こんにちは、ワスレン TV311 です。今日は障害者グラフィティを行います。今日はいつもホストに回っている伊藤誠一さんをゲストに迎えて、ホストはいつも通り及川さんと通訳に小倉さんをお迎えして、はい、第7回障害者としての記憶の記録ということで、改めて伊藤さんの震災体験ですとか、それからの1年っていうのを振り返ったり、これからの障害者グラフィティについて話していければいいなと思ってます、はい、今日はですね、今年度2012年度初めての放送ということで、昨年度までは早稲田インターミニセンターの、2階とか7階で放送していたんですが、今年度からは7階の考えるテーブルという場所で、少しずつ準備を整いながら参加者の方と対話をしながら、震災の体験というのを話していければなと思っています。ところでタスケットの、花見があるあったと聞いたんですけど、及川さん、花見の様子どうだったんですか？22日の日曜日にやったんですけども、広瀬川の 河川敷の方でやりました。すごく寒い日だったんですけども、20人ぐらい集まっていただいて、ワイワイ楽しくやりました。伊藤さんも行ったんですか？はい。伊藤さんもタスケットの花見に行きました。はい。とても寒かったね。いろんな意味で寒かったですけど。なんか芋煮とかもやってですね、もう秋なのかなって思っちゃったけど、とても楽しかったですね。ランニング結構来たよね。20人ぐらい来てましたね。花冷えの日で、したけども、印象的だったのは、広瀬橋から我々こう河川敷に降りてね、やったんですけど、そこから宮沢橋が根岸交差点のところに見えたんで、そこに鯉のぼりがね、橋の下にバーッとこうたくさん飾ってあって、それがすごい。小倉君見てました？見てなかったでしょ。はい、鯉のぼりがかかったのがすごい印象的で、まあそれだけ今年はね、寒くて開花が遅れたんで、あっという間に子供の日になりそうですよね。はい、はい、今日は障害者としての記憶の記録って、伊藤さんがタイトル考えていただいたんですけど、はい、この記憶の記録っていうのは何か意味があるんですか？はい、いいですか？仙台市民の方ですと結構ご存知の方も多いと思うんですけど、この20世紀NPO 法人20世紀アーカイブス仙台さんが、制作したですね、この記憶の 3.11 記憶の記録というですね本、とても市民の方々の震災当日の写真からですね、まあ、復興復旧していく様子が、市民の視点から書かれている本で、まあ、前半の方は写真がたくさん載ってまして、例えばですね、今北野さんにお願いしてますけども、このようにですね写真が出てますけど、後半の方は、そのアーカイブスさんの方でインタビューをですねこう掲載されてるんですね。でそれで私もインタビューをしていただきまして、245ページ、覚えました。さっき全然違うページ言っちゃったんで、245ページにですね、私の体験をのインタビューを掲載をさせて、いただきました。で、この障害者グラフィティでは、まあ、これまで皆さんの体験をお聞きしたので、まあ、一応3月で1年経ったということで、じゃあ4月は私自身のですね、ことを話をさせていただいてもいいかなと思いまして、この記憶の記録をもじって、障害者の
記憶の記録というテーマの名前に、しました。で、この赤星さんではこの本を作る前にこういったですね結び合いバンダナを制作されて、これは完売したみたいなんですけど、こういうのもですねいろんなこう活動されて、今度は何か今日佐藤正美さんの、Facebook などを見たら仙台のこの古地図のですね、うん、を iPhone とかそういうので見られるような仕組みをされているということで、震災のみならず、過去の仙台のねさまざまなアーカイブスをされている団体さんということで、私も昔からファンだったんですけど、これに載せていただいてとても光栄だと思って、まさみさんの承諾も得てですね、今日は紹介させていただくことにしました。で、まあその私が何をじゃあこのインタビューで話したかというとですね、前にもちょっとこちらでもお話をしたかと思うんですけど、私は震災当日ですね仙台にいなかったんですね。まあ、皆さんが当時あの事務所で集まっていた時に、私は東北にもいなくて関東にもいなくて関西にもいなくてですね、じゃあどこにいたんだかというと、島根県の松江市というところにいました。で、私が今あの旅行観光とか旅行に関する団体をやって、うん、NPO 法人をやってるんですけど、まあ、それの全国大会がですね会議がと全国大会が3月の11、12と日程で島根県であって、で3月11日の朝早く、東京の羽田空港からですね、島に飛んで出雲まで飛んでですね、午前中松江城をちょっと見学して、で島根の松江ってあの小泉八雲とかのですね、ゆかりの地で、その小泉八雲の、親しんだところなどを、観光してですね、で午後から会議だったので、2時46分の当時はその会議に出席していたんですね。で会議中で、全く私は分からなかったんですけども、同行していた、人がものがですねうちの理事なんですけども、ちょっとかすかに分かったらしくて、すぐその会議と主催していた事務局から、宮城県で震度7だよということが入ってきまして、ですぐに、まあ、皆さんは本当にその瞬間から、情報が、ね、遮断されてしまったということなんですけど、私たちはすぐにそのそれぞれの持っていた、携帯電話のワンセグとかですね、あとはこうパソコンを持っていましたから、パソコンのネットを通じて、もう地震直後からいろんな状況がですね見えてきました。ただやはり遠いところからね、見ていたので何もすることができず、まあ、少なくとも両親の安否だけでも確認できたのが、まあ、幸いでなんですけど、同行していたものが七ヶ浜のものと山本町のものということでですね、もうとても気が気じゃなくて、で次の日全国大会が予定されていたんですけど、まあ、それをキャンセルして、土曜日の東京まで戻ってきました。で東京もですねすでにですねもう混乱していた状況で、コンビニとか、あとはそのファーストフードなんかにはもう行列ができていて、まあ、なんとかホテルに入ったのはいいんですけど、その食料を集めるだけでですね、もう土曜日の時点で東京も大変な状況になったんですね。まあそれは地震当日のニュースである程度予想されていたので、宮城県に運ぶ電池とか水とかはもう島根でですね買って、はい、島根で買って、でいらない我々の衣服とかもうすぐに使わないものは東京の知人のところに送ってですね、まあなんとかそういった物資も確保していました。で同行していた2人はそれぞれ、まあ、私の友人がですね車でもう12時間かけて山本町とか、またもう一人も七ヶ浜で戻れたんですけど、私はやはり戻らない方がいいという話があって、東京のビジネスホテルにですね、1週間滞在をしてました。でこの記憶の記録にも書いたんですけれどもですね、やはりその一番自分自身で大変だったのが、まあ、
障害ある人っていろんな準備をしてですね旅行に行くと思うんですね。まあ、それぞれが使 う医療器具とか、あと介護用品とか、まあ、介護用品も、結構使い捨てものがあったりしてね、でそういうものを持ち歩いてそれで準備して旅行に行くと思うんですけど、通常私もですね、旅行日数プラス3日ぐらいの余分の用意をして、旅行に行くんですけど、さすがに今回は、想定外でですね、やはり東京に滞在中にもうなくなりそうだなというのがあって、で私の場合はですね、パウチっていうものを使ってるんです。でパウチって何かっていうと、オストメイトのっていうようなですね、方が使うので、今度オストメイトって何かっていうかっていうとですね、人工肛門っていうものをですね、まあいわゆる一般の方ができるようするような排泄ができないので、人工肛門というものをつけてですね、それで排泄をしてるんですけど、それを袋がですね、パウチっていうんですね。で通常1週間ぐらい持つ方もいるんですけど、私は数日しか持たないので、やはり途中で足りなくなって、まあ、それがないともう大変なことに、放送では言えないくらい大変なことになっちゃいますので、どうにかそれを確保しなければならないということで、なんですけど、そのパウチというものがですね、やはり特定のところしか置いてないんですね。仙台でもその時に地震の時にですね、中央通りにある桜井薬局さん、上に映画館がある桜井薬局、まあそこが専門的にやってると、と、あとは何軒かぐらいしかなくて、もうね、助けても物資のね、そのパウチの搬送で桜井さんと連絡取り合ったと思うんですけど、まあ日の当たらないそういった物資っていうのはね、なかなか確保するのも難しいだったんですけど、まあなんとか東京の、そういった業者の方をですね、連絡することができて、本当は1箱分しかね、パッケージで売ってるもので、だいたい1箱5000円から6000円、高いと1万円近くするんですけど、こういう事態があったということで、その試供品をね、配ってるんですね。はい、その試供品を、試供品を結構余分にくださって、まあ、事なきを得たというかですね。だから滞在中は、まあ、ほっきり言ってホテルからはですね、ほとんど出ることなく、もう一日中当時流れていたニュースを見ているような状況で、まあ、連絡をつけたくてもなかなか電話もつながらないしということですね。まあ、言ってみれば皆さんも大変な状況であったかと思うんですけど、私もその何もできないっていうところでですね、ちょっと辛かったところはあったかなと思います。ただ本当に東京の方々のですね、ご協力をいただいて、19日の土曜日に、羽田空港からですね、山形空港経由で、そこから山形から高速バスに乗って仙台に帰ってきました。でそこもですね、皆さんが移動ということに対してですね、まあ、その当時、ガソリンがなくてね、大変だったということとかいろいろあると思うんですけど、私たちもやはりですね、移動に関してはまず自力で移動するできる手段がね、ないので大変だったんですね。でその時こうネットで見てると、その帰り方もですね、いろいろと検討する余地があって、一つはですね、通常山形空港に降りると、仙台行きの、交通機関というのは山形駅からバスで仙台までなんですね。まあ、要は山形空港に1回着いて、そこから山形駅まで行って、そこから仙台に戻ってこなきゃないルートなんですよ。はい、で、それはさすがにちょっと辛いなと。まあでもどうしてもの時はそれしか仕方がないんですけど、もう少し何かもうちょっと簡便なルートがないかなと思ったところ、夜7時半過ぎの山形着陸の飛行機であれば、山形空港から直接仙台行きの高速バスが出ますっていうような情報をネットで見つけたんですね。まあ、それだけ山形空港から駅まで行く必要もないですし、まあ、そもそも高速バス自体が我々の場合単独で乗れるかっていうようなところがあるので、まあ、一か八か、そのわざと飛行機を遅らせて、一か八か直行便に乗れないかなと思って、
まあ、なんとか試したところ、これもバス会社の皆さん、あの乗務員の方のご協力で、山形空港から直接仙台駅のバスに乗れてですね、まあ、帰ってくることができたかなということですね。だからこういったあの非常時というのは、まあ、通常時でも我々はね移動に関する制限が多いことがあるんですけど、まあ、非常時になるとそれがなおさらになってくると思うんですね。でも一方で非常時っていうのは、まあ、今回皆さんにいろんなご協力いただきましたけど、やっぱりこうみんな同じ境遇だから一人でもね協力しながらなんとか危機を脱しましょうというような気持ちで言ってくれるのはね、とても大事なのかなっていうのは、ね、思いましたね。だから本当高速バスの乗り降りも、まあ、乗客の方にも手伝っていただきましたし、そういった面ではねとても救われた、覚えがあります。ですから私が仙台にいなくて、仙台に来るまでの状況も、まずこの中にですね書かせていただきました。あと私の友人があの人工呼吸器をつけている、うん、まあ、友人というかあの高校の後輩なんですけども、筋ジストロフィー症という疾患で、それで人工呼吸器をつけてるんですね、はい、で彼は名取の沿岸部のデイサービスに通ってて、うん、そこからもうね命からがら職員の方々と逃げてきたんですけど、はい、その人工呼吸 の, そのバッテリーがねほとんどなくなってしまって、それをこう持続させるために、まあ、車のシガーライトなどを使ったりですね、電気が復旧するまで、あとはその親戚の家に行ったりですね、電気を復旧させるまでとても大変だったという話は聞きましたね。で彼なんかはその電気がどうしても一時ですね、やはりどうしても電気が確保できない時があって、アンビューバックっていうですね、手動の人工呼吸器を使って、なんとかね、難を逃れたということなんですけど、ただ彼がそういった状況にあったのも、その彼曰くですね、事前のやっぱり準備があったから、あのその人工手動式の人工呼吸器を使っても焦る気持ちもなく、まあ、冷静で入れたという話をしてくれたんですね。だからあの我々もですね、やっぱりどういうものが必要かとか、どういう訓練をしなきゃないかっていうのはいろんなところで言われてますけども、やっぱりいざとなった時に事前の準備っていうのが、まあ、彼のように、事前の準備っていうのをきちんとしておかないと、それは物的な、ね、準備だけじゃなくてこの訓練っていうね準備も含めてしておかないと、非常時の時は周りも焦りますし自分も焦りますしね、で自分が焦ると周りも焦るし、その逆もあるでしょうし、そういったことは必要なのかなと思いましたね。でまた私の話に戻ると、その一番その仙台に戻ってきて、まあ、この記憶の記録はですね、ほとんどの方が、当日もしくはその翌日東京から戻られた方の話が書いてあって、地震直後の、まあ、体験ってことになるんでしょうけど、まあ、今お話しましたように私はですね1週間後なので、私の震災の原体験っていうのは一体何かっていうとですね、その高速バスが仙台に西道路を抜けてですね仙台に入ってきて、まず見えたのは国分町が真っ暗だったってことね、もう照明も何も全部真っ暗だったっていうのがね、それがもうなんか背筋がゾッとするほどびっくりして、で国分町通りを広瀬通りを来たので、国分町を抜けるとアーケードに入るでしょ、はい、アーケードも全部真っ暗で、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、それがですね自分としては原体験かなって。で、まあ、バスは桜野の前で、止まってそこで降りることになったんですけど、まあ、夜だったってこともあってそんなに周りは見えなかったんですけど、仙台駅の看板はもうすでに電気がついていて、工事車両が止まってるっていうので、あ地震なのかなと思ったけど、その前のはやっぱり国分町とね、しかも土曜日の夜だったから、土曜日の夜に、ね、本当に真っ暗、電気一つもついてない国分町とアーケードを見るっていうのは、後にも先にも、ね、これだけなんじゃないかなと、まあこれは分かんないけど思いたいっていうのもありますよね。で、ようやく帰ってきたっていうこともあって、まあ、ここの皆さんにもとのね、その地震直後の共有というのが、できないってこともあったんですが、
まあ、ここにはね、なんとかしなくてはならないっていう、これなんかすごいこと書いてありますけど、とりあえずやっぱり今までできなかったっていうことで、タスケットさんにね、帰ってきて2日ぐらいにお邪魔して、まあ、その頃にはもうタスケットはね、もう活動を随分進めていて、私も何か、しようと思って、ちょうど自分の車のにはガソリンがあったので、紙おむつのね、搬送とかをさせていただいて、まあ、物資の支援などを行ったんですが、ちょっとね張り切りすぎて、4月の8日の、余震、大きな余震の次の日にちょっと入院してしまいまして、はい、実はこんなプラ私の話をここでするのも 何度かなと思うんですけど、私はここ5年連続4月に入院してですね、今年はまだ入院してないので今日4月24日ですよね、うん、あと1週間なんとか持たせたいなって、まあそんなのはどうでもいいんですけど、やっぱりね、そういうちょっとやっぱそこで入院してしまって、活動がねちょっとできなくなってしまったのも、なんか申し訳ないかなっていうのはありますね。なのでまあ地震当日から、こっちに帰ってきたまでのことで、本当にですね今思うと、うん、まあ、皆それぞれその 3.11 からの出来事っていうのは思いがあるでしょうけど、私はその半分以上その東京での印象がねやっぱり大きくて、ニュースでも出ていたように、コンビニ、向こうも本当コンビニも何もない、飲食店に行ってもやっぱり なかったっていうこととか、あとは自分のホテルの目の前がちょうどガソリンスタンドに行く途中のところで、一車線がね、もう一日中車が渋滞してて、まあ、つまりガソリンを入れる車でね、うん、本当に一日中車がですね、列をなしてるのがね見たのかなと思いますね、うん、あとは計画停電、東京に滞在中に何日かそのな東京の方にですね、まあ、向こうの方もいろいろ気を使ってくださって少しこう気を紛れるようにってことをやってくださったんで、ちょっと都内をね車でこう気分転換にとかって言ってくださって、ドライブみたいな形してくださったんですけど、まあ正直こっちはそれになかなかそういったところもなかったんですが、ありがたく連れて行っていただいて、その時思ったのはね、本当に計画停電で東京中 その高層ビルの電気がね消えてたことと、東京タワーの先っぽがねやっぱり曲がってるのも見ました。はい、だそういったこれまでに行った時の東京じゃないような照明とか、レインボーブリッジのとこも通りましたけど、本当にね照明が消えてて、ね、それもすごい印象に残りましたね。まあちょっと長々と話しましたけども、まずここまで帰ってきたまでのちょっと話を、はい、させていただきました。まあいいけどね、いや、いい、いろいろ聞いてね、帰ってきて行こう、うん、いろいろ誠一さんには帰ってきてから行こう、うん、もうね、とっても受け入れ、武士とか、うん、いろんな人をつないでもらったりとかっていうご協力をいただいて、ご協力をいただいてたんですけども、それ以前の仙台に来る前のお話は、お話というのはあまり詳しく聞いていなかったので、改めて改めて聞くと、
いろんなこと、まあ、いろんなことが起こってね、起こってね、起こっていたんだなと、っていうことが分かりますね、ということが分かりました。今仙台で、仙台に帰ってくれよ、お話を聞いたけど、今仙台に帰ってきてからのお話を聞いたんですけども、それがよ、それがよ、もう仙台よ、それ昨日よ、昨日よ、昨日よ、仙台よ、あれよ、帰ってくれよ、その後の誠一さんの活動の中で思ったこととか感じたこととか気づいたこととかがあれば、聞かせていただきたいと思います。はい、はい、記憶の記録 の、 あの後半にも、書かせていただいたんですけども、やっぱりあのタスケットでもそうだと思うんですけど、結構我々はその障害震災に対するこう訓練とか、あとはこう、まあ、教育っていうか情報とかはね出てきて、ある意味備えを随分してたと思うんですね。で、福祉避難所の話も、もう平成20年ぐらいあたりにね、じゃあ仙台市のどこが福祉避難所で、福祉避難所ってどういう役割のあるかっていうのを勉強などもしててですね、まあ随分分かってたと思うんですけど、やっぱり今今回こう感じてみると、もちろんマニュアル通りにはいかないし、まあ逆に反省点がたくさん見えてきたのかなっていうのが、あのすごい思いますね。で、タスケットもそうですし、いろんな団体が復興支援活動をしてて、るんですけど、一方でもういったことがもう起こらないとは、ね、限らないし、逆に、今度起きたら、ね、どうするんだというようなこともあるでしょうから、まあ、そのさらなるやっぱり啓蒙っていうのかな、っていうのは、まあ、これは毎回あのゲストの方々からも言われてますし、こちらからも言ってますけども、じゃあ防災減災に対する備えどうしていくかっていうのは多分ですね大事になってくる。前はね、その震災後2日間我慢すれば3日目は妖精が助けてくれるという話がありましたね。まあこれは本当にね、それが現実的ないっていうことは、まあ皆さん分かったと思いますし、やはりこの要援護登録、行政に対する消防に対する要援護登録を、まあ一層進めてい、く必要があるなというようなことがありますよね。だから多分今後こういった活動がずっと続けていかなければいけないと思うんですけど、じゃあ誰がその、ね、防災減災のこう旗振りを今後するかっていうところは、まあ、今被災地障害者センター宮城でね活動してますけど、被災地障害者センター宮城が復興支援だけではなくて、やっぱり防災減災のね、活動を担うような、ところも必要なのかなと思いますね。例えばあの、まあ、昨年2月にその地震が起きる前にある障害者団体の人たちにですね、ちょうど仙台市の授業の中でインタビューしてたんですね。で、まあ、偶然にもっていうか、まあ、今言ったように防災が必要だからそういうインタビューをしたんですけど、じゃあ皆さんその地震災害が起きた時にどういうね取り組みをしますかって言った時に、まあ、半分以上の人が何もしないっていうような回答を得てですね、まあなるようにしかならないじゃないっていうような回答を得て、まあその時はそれをねそういった回答をする人ももちろんいるだろうし、そういった回答っていうのが
にこちらが何をそこでね、うんうん、いやこういうことしなきゃない、しなきゃダメですよって、うん、なかなか面と向かって言えないってこともあったけどでもやはり去年のような震災が起きると、うんうん、いや何もしないですよって人たちがまずどのように震災後意識を変えてくれたかと、うん、で随分その震災後いろんな意識を変えた方もいらっしゃると思うんですが、一方でこのぐらい大変なことが起きて大丈夫だったんだからもう何もしなくてもやっぱり大丈夫じゃないっていうね、うん、いう方もねやっぱり少なからずいて、うんうん、なかなかそういったところに対してアプローチするのは、ね、難しいかなっていうのをねすごく思いましたよ ね、うん、ね、だからこんなことが起きたからこうしなきゃないって言ってくれればまだねあのいろいろアプローチの必要性が仕方があると思うんですけど、こんな大変だったのに生き残ったんだからねもうこれ以上ないだろうってみたいな感じ、それもたまたまいた場所とかそこの時間とかのいろんな偶然が重なって助かったのだわけだから、だから必ずしもね、このこと、このぐらいのことは大丈夫だったから次も大丈夫っていうねことは全くないわけで、だからそういったさらなるその啓蒙といわ言えば簡単ですけども、だからそういう方に対して私たちがどれだけこう、まあ教育っていうとこがましいけどね、必要性をこう訴えられるかっていうと、一度経験した人たちの必要性っていうのはとても難しいなってことを今回痛感しましたよね、うん、だから喉元すぎればなんとやらじゃないけど、喉元も何も関係なしにこうキラキラ一種のちょっとキラキラみたいな感じになるとですね大変だなっていうのをですね、地震の後に感じたことかなと思いますね。あとはまあ行政の方では昨年夏に仙台市の施策振興協議会の中で防災計画を立てたんですけども、そのあくまでも福祉部局内の防災計画だし提言だから、まあこういうことっていうのはね今回復興支援局など復興に関する省部局もできたようにそこがやっぱり中心となるわけですよね。だからその福祉部局だけじゃない全体的なまあ、要は我々は福祉部局の計画しか追えないからね、じゃあそれが福祉部局の手を離れて仙台市全体のものになったときに、じゃあ私たちの意見はどこまで反映されてるのっていうところがね、これはやっぱりセンター宮城でもしっかりと見ていかなきゃないんじゃないかなと。どうですかその件は。そうですね、はい、もうおっしゃる通りだと思います。先ほど誠一さんが、まあ、あの話していた3日過ぎれば行政が助けに来てくれるというお話ですけども、それが今回の地震では全くそうではなかった。行政としてやるべきことと、市民が考えて、市民が考えて行動すべきということを、議論をしていかないといけないと思います、うん、そういう意味では センター宮城でも何らかの行政への提言をしていきたいとということで考えております。今日は我々がこうやっていつもの場所と帰って考えるテーブルのやって、なんか観覧の方も来ていただいてますけど、なんかどこかで見かけたことがあるかなと思うんですけど、ちょっとお話聞いてみませんか。ちょっとホストが振ってください。これ
あ、いいですよ、どうぞ、はい、2人とも自由にあ、どう、何か感想とか反響映っても大丈夫だよ。あ、声だけで大丈夫、声だけでも大丈夫です、はいはい、ぜひ反響、声だけで、あ、ぜひあの感想をいただければと思います。それか矢野さんがしますか。あの通訳してもらいます。マイクで、はい、あの名乗れるくらいの個人情報を名乗ってください。吉田と申します。あ、もう名前名乗ってる。よろしくお願いします。はい、あの震災当時はやはり健常者の方とは違ってやっぱりいろいろな障害をお持ちの方もいらっしゃると思うんですけども、はいはい、それぞれ例えば、誠一さんが今おっしゃられたようにあのお手洗いの道具だとかもしくは人工呼吸器電気が使えなくて手動で行ったとか、うんうん、それぞれ、いろいろな負担が皆さん抱えていらっしゃってでも負けずに震災を乗り越えてっていうことがとても今感じております。うん、どうもありがとうございます。もしよろしければお隣の方も、うん、福祉避難所について意見というか考えなんですけれども、私の夫が精神障害を持っているんですが、地域から普通の避難所に行ってほしいと言われて、でも夫は人がいっぱいでそういうところには行きたくない、行けないということで仕方なく家にいました。見ては見えにくい障害に対してのケアというのがどういったものか、あのどういったものが必要か考えを教えていただきたい。センター宮城ではそういった、まあ、いろんな面に見えないというか外見ではわからない方々もねいらっしゃると思うんですけど、そういう方々に対する活動はどのようなものをやってこられたかっていうのがありますか。精神障害の方の数っていうのは、まあ、少ないんですけども、やっぱりご自宅にいらっしゃって、やはりご自宅にいらっしゃって身体ごみを症状が悪化してっていうことで、震災後に症状が悪化して、やっぱり相談が、あったということがありました。精神の方は医療機関とこうあのつながっているっていう方が、まあ、多いので、まあ、うちの方の被災地障害者センター宮城へは、まあ、あの相談が少なかったっていう意味の、先ほどの、まあ、少ないっていう意味なんですけども、まあ、その方の状態によっても違うと思いますけどね。例えば今事業所なんかにずっと通ってらっしゃる方は、まあ、そこが被災すればご本人がに直接の被害がなくてもやっぱり行き場所がなくなってしまうとかね、いう問題なんかもあるでしょう。その行き場所がなくなると、ね、家にいるしかなくてそれでまあこもってしまうっていうこととかね、だから直接的な被害だけじゃなくてもう間接的な被害っていうのはね多分生じてると思うし、福祉避難所の時の話もまああったけども、福祉避難所になってるそこのセンターが
は通常、ね、の授業ができないから、うん、まあ、福祉ラジオが開放されるまではやっぱりその利用者さん本来の利用者さんが行けなくて、それでリズムを崩してしまったっていう話なんかありましたよね、うん、はい、あとやはりセンター宮城の方に相談来てた精神の方からのケースとしては家族だったりとかからの、まあ、手帳の取得ですね、精神障害だという手帳の取得が、まあ、反対されていて、本当は精神障害があるんだけども公的なサービスとか医療に一切つながってなくて、家の中小さい地域ですよね、本当に家族と、まあ、ずっと、まあ、隠れながら生活していたりっていう方が、浮き彫りになったっていうようなことが、ありましたね。あと目に見えないっていう、意味では発達障害のお子さんであったりとか、あと例えばアルコール依存症だったりとかっていうような方々も避難所でちょっと、まあ、差別とまではいかないですけども、まあ、無理解だったり偏見っていうようなことですかね、まあ、ちょっとあの人たち変わってるなとか変だなとかっていうことで差別、まあ、差別というか、まあ、ちょっとした嫌がらせだったりとか、うん、あと、まあ、そうですね、っていうことを、まあ、受けていたっていうケースも、まあ、実際に見ています。やっぱりその見えないことに対するその周りの理解っていうのが、まあ、ご本人もまた家族もやっぱりそういった精神障害だっていうことがこう社会から分かってしまうと、ね、それが生きづらくなってしまうっていうところがあるし、何もない時だったらね、平時だったらそれはなんとか生活できてたんでしょうけど、こういった非常時になるとね、それではやっぱりやっていけなくなるっていうのはねありますよね、うん、それで同じ精神障害のケースだったんですけども、片方のケースではすごく避難所でそういった無理解偏見だったりとかで、うん、すごく生活しづらいっていう相談を受けていた方がいましたし、うん、もう片方ではですね、精神障害が ある方なんですけども、もともと地域とのつながりがすごく、うん、深めてたというか、うん、取っていた方 で仲のいい近所 のおばさんみたいな方がいるんですよね、はい、震災前からいたんです、うん、そういうおばさんが、はい、で避難所でもある程度の地域で避難所の方に入って入りますので、その、理解してくれた理解震災前から理解してくれてたおばさんが、うん、その一緒に避難している周りの避難者に対してですね、この方はこういった、まあ、特徴があるとか、症状があるとかっていうことを、お話ししていただいて、すごく円滑に行ったっていうケースも聞いています、はい、なのでいかにその震災前から その地域とのつながりだったりとか、理解だったりとかっていうのが、はい、重要だなっていうふうに感じましたね、はい、うん、いかがでしょうかね、うん、嬉しいですか、で嬉しいですか、ありがとうございます。今その地域とのつながりっていう話はね、とても大事なことかもしれないですよね。だから、うん、パスケットなんかはね、長町が拠点で商店街にみんな知ってるだろうからね、その何かあった時に、まあ助けた自体もその支援するが、ね、一方通行じゃなくて支援するのもあるでしょうけど、ね、お互いにそういった関係ができてるっていうのはやっぱり平時の時しかね、あったからこそ今回もね活動ができたっていうのもあるでしょうしね、実は昨日ですね、はい、震災からのよ、震災支援の、なんだよ、会議が。震災支援の関係の団体の会議があったんです。うん。
その時に、その時に出た話ですけども、宮城県の、宮城が、宮城県が出したデータで、なくなった震災で亡くなった障害者の人数というのが出ました。障害の全てを持っているんですね。なんですけど、本当に障害の種別ごとに、載っていました。はい、県の団体の方が、その時にある県の団体の方から、私は私の団体で、私たちの団体で把握している把握している私たちが把握している人数よりもかなり多いとお話がありました。僕が思ったのは、そういうの団体に繋がってない。そこで僕が思ったのは、そういう団体とかに繋がっていない方がいっぱいいるんではないかということです。さっきの話で言うと、つながりということが、とても重い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 ことだなと感じています。そうですね、やっぱりその辺はまあ、これからの先の方が長いので、じゃあこういう、じゃあつながりって今度何かっていうことになってくると思うんだけど、まあ、例えばじゃ あどこかみなし仮設でも仮設住宅でも入りました、じゃあ例えば何ていうかな、この何かやりがいとかね、生きがいとかそういったことも見つけながら生活できるのかなって思うと、これは私は地震の時にの震災直後思ったんだけど、宮城県でその地域移行の話が、ね、浅野知事からの時にあったじゃないですか。で、船形コロニーのね、入所者の方を地域に行こう、地域生活をね、促進しようという動きがあって、であれもその数字のデータでね、何人移りました、どのぐらい移行しました、でも大事なのは、移った後、その人がどんな生活をしてるかですよね。で施設にいる時も家に地域移行した後も同じようにね、家でテレビ見るしかない生活だったら、ただ場所が変わっただけでしょ。だ今回の震災もじゃあ住むなんとか住む拠点が見つかったけど、本当に何もね、人とのつながりもなく何もすることがない。じゃあその支援あったテレビが置いて1台置いてあって、まあそれをね見るしかないと。まあ、これ積極的にね、その見てる部分もあるだろうから、一概にテレビのせいとも言えないけど、やっぱり周りとのつながりとか生きがいやりがいを持たないと、もうあと 2年3年4年、もう1年もね持たないっていう方もやっぱりたくさん出てくるんじゃないかと思うね。だからこのセンター宮城でも多分そういった生きがいやりがいを、まあ、これは必ずしもこっちが一方的にね与えるもんでもないんだけど、そういったことに対して何か取り組みをしていこうというのは、まあ、運営員の私が代表に質問するのもなんですが、そういうのはどう考えてます？そうですね、まだ小学校だよ、これで思ってて、まさにそこがこれからの課題だと思っています。やっぱりつながりって言えばね、簡単だけど、じゃつながってどうすんのっていう話もあるだろうしね、その辺は多分今年度の大きな課題じゃないかなと思ってるんですけどね、あとそのつながる際に、例えば車椅子の方であれば地域に出るために介助者がいないと地域に出ていくことができないんですね、
で移動する際はあの移動手段がないといけない、それがないとそういった地域福祉サービスっていうのが充実してないと、うんうん、あのなかなか地域に出ていくことっていうことすら難しいっていうようなことがあるかと思うんですけども、うんうんうん、宮城県が仙台市に、まあ、一極集中してる、うんうん、まあ、人口も一極集中してますけども地域福祉の福祉サービスっていうのも仙台市に一極集中しているような状況で、うんうん、ちょっと郊外に行くと、うん、全然地域福祉すらないというような状況なんですよね。その移動の面では、うんね、とても大事だけど今の制度的にどうなの、その移動サービスが今後そういった震災の復興においてその辺が拡充できるのかどうかとか、そのなんていうの、特区みたいなのができるかどうかとか、その辺の状況はどうなんですか。そうですね、今お話ししたのは移動サービスだけでなくて、あ、はい、まあ例えば訪問パーソナル介護事業所があるのかとか、うん、はい、あと、うん、そうですね、地域柄で家族が介護を解除するのが当たり前だっていうような、まだまだそういった文化であれば、うん、なかなかこう障害のある方たちが介助者を使って自分らしい生活をしていくっていうのは難しいのかなっていうふうに思うんですよね、うん、はい、まあ、その今はちょっと私も移動サービスの話をしたけど、その移動もね何段階かその階層もあるだろうし、うん、あとはその移動した場所のね整備っていうのももちろんね、バリアフリーのね、よく絆の話をどこで出すかっていうのをちょっと2人でも言ってたんですけど、まあこの絆の話はこれからもおいおいしていくとして、今日ちょっと私が感じるちょっとワンポイントだけちょっとお話すると、私たちの活動はやっぱり特に CIL なんかはね、その街づくりっていうことも重要な要素ですし、私の団体にフリーでもずっとそれを中心にやったんですけど、やってて、震災前もね、いろんなところをこう訪問したり行くと、もちろん快く迎えてくださることもあるけど、場合によってはとても残念なところもあったりしてね、でそういったところがですね、じゃあ今回皆さんが去年も肝心になった人と人との助け合いとかその絆っていうことを思った後に、じゃあその後私たちは快くね、こういうことがあったからみんな助けなきゃないと、ね、障害があってもなくてもと思って迎えてくれる土壌ができたのかなとちょっと思ったところもあるんだけど、でももうまだそこら辺が熟成されてないかなっていうところもね、やっぱり結構見かけるんですよね。だからあれ皆さん去年その絆って言ったじゃないですかってね、助け合いって言ったじゃないですか、だから私我々なんかは絆っていう言葉をあえて使わなくても、そういったことはずっと昔からというかそれをもとに活動してたわけだから、まあ変な意味で今回それがいろんな人に浸透したわけだけども、でもその中でも我々がやっぱりまだ入ってなかったなっていう例をね、やっぱり震災後もいくつか感じてですね、もちろん物理的なね平面が、障害はあってもやっぱりそれはおもてなしとかね、うん、その辺で解決できることだと我々も思ってるし、まあそういうおもてなしということをプラスアルファ思ってね迎えてくれるのかなと思って、そういったことをやってくださる場所も多いんですけど、残念ながら一部の場所は、うん、あれはただんじゃ絵空事なのかなみたいなね、絵に描いた餅なのかな、絵空事っていうか絵に描いた餅なのかなみたいなね、何のためにここは絆って看板掲げてんだろうなっていう思うとこも泣きにしもあらずかなっていうのをですね、思っているから、そういったことをやっぱり今後とも訴え続けるのもやっぱりずっとね続けていかなきゃないんですよね。だから震災で復興っていうけども、我々は復興って何をもって復興っていうのかなっていうのが、これ前回も言ったけどね、やっぱり常に考えながら
活動を続けていかなきゃないと思うし、考えすぎてですね、及川さんと話してると疲れてきちゃうことも多々あるんですけども、今日も私はすでに限界に近づいているので、あとは及川さんにお任せしたいなと思っています。はい、変な締め方ですけど。いやいやいや、今日はそうですね、ねえねえ、今後の話も聞いて、聞いてるんですけど、今後の話も聞いてるんです。今後の話もしていただいたんですけども、でもやっぱり、我々の地域と、やはり我々が地域と社会と、社会とどういうふうに関わっていくかっていう、どういうふうに関わっていくかということが、大事だと思います。それを具体的にね、活動として、それを具体的に活動として、活動として、いろんなところにね、いろいろなところに発信して、行きたいなと。この障害者グラフィティでもそうですし、いろいろなものを使って、それをこれからもやっていきたいと思っています。よく言った。私の一番の願いは、代表が障害者グラフィティに真剣になってくれることなので、今の宣言を受けて皆さん来月からまた楽しみにしていただければなと思います。前直前になって、焦って宣伝しないようによろしくね。はい、あれ、今年度も少しずつ、まあ、6月ぐらいから新体制で行って、はい、4月5月はちょっと移行期間でいろいろ試しながらってことなんですけど、はい、今年度も、第3火曜日の、そうですね、だいたいこの時間ぐらい、そうですね、5月以降は今年度5月から3月ぐらいまで、はい、第3火曜日の2時から、メディアテイク7階の考えるテーブルで行っていくということで、はい、また内容も、まあ仙台でも震災の話は少なくなってきてるんですけど、障害者の方もしくはその支援している方の震災体験の話と現在これからの話をしていくっていう内容で、はい、よろしいですよね、はい、ちょっと最後に一つだけ宣伝をですね、はい、させていただきたいんですけど、タスケットも載ってる、はい、ちょっと本の紹介です。ちょっと代表から、これ著者はちょっと私からいますか、タクト医療療育センターの小児科医である田中総一郎先生をはじめとして、障害重症児者の防災ハンドブックということで、本当の医療行為が必要な重い、ね、障害のある子どもたちの震災直後のさまざまな先生方の取り組みとか、あとはタスケットの、ね、物資支援の状況とか、そういったものを書いた本なので、ぜひご覧いただきたいなと思います。事務所にもありますし、普通の一般の書店にもね置いてありますので、やっぱり我々が物資支援、どういうんじゃ物資の支援はしたっていうけど、どういうところに支援したかっていうね、その行き先とかそういったところが載ってますので、ぜひよろしくお願いします。ちょっと出版社はどこかでちょっと読んで、そうですね、出版社はクリエイツ鴨川ですかね、はい、はい、人工呼吸器や痰の吸引など医療的ケアが常時必要な重い障害を持つ子ども、はい、人たちが 3.11 をどう生き延びたか、はい、支援の記録と教訓からの災害時の備え防災マニュアルということで出ております。はい、あともちろん、まあ皆さんご存知でしょうけど、記憶の記録もですね、なんか増刷っていうことでね、第2版も出てるそうですし、北野くんも出てます。はい、ので私だけじゃなくていろんな方が出てますので、はい、読んでいただければと思います。はい、
あとあの次回、とっておきの音楽祭の方を、ね、ゲストに迎えて、はい、5月15日火曜日にそうですね、はい、開催するんですけど、はい、ゴールデンウィークの5月6日にとっておきの音楽祭のイベントがあるって噂で聞いてる、はいはい、噂なので、はい、とっておきの音楽祭はですね5月6日にですね、日曜日ですかね、そうですね、はい、に当日本番に演奏していただく演奏者の参加説明会と交流ライブを開催します、うん、で、午後からなんですけども、参加説明会の方はその当日出演する方々の説明会なんですけど、交流ライブとあとラジオ3のですね公開録音、ラジオの公開録音もする予定で、だいたい3時ごろからラジオを公開収録と交流ライブをやりますので、まあ、一般の方々は、3時過ぎに、メディアテイクの1階のオープンスクエアまでお越しいただければと思いますので、ぜひ日曜ゴールデンウィークの最終日のね、夕方という一番憂鬱な時だと思いますがぜひご参加いただければと思います。本番は6月3日日曜日です、はい、まあ、あと1ヶ月ちょっとということでとても実行一同焦っておりますが、なんとか12回目のですねとっておきの音楽祭を開催したいと思いますので、6月2日の、前の日土曜日の夜の5時からはですねこの1階のオープンスクエアで前夜祭を開催します。で、被災地障害センターとかあとはね夢和基金さんも関わっていただいて、ライブの他に展示会とかですね、そういったものも開催しますので、ぜひ前夜祭本番ともども、ご期待いただければと思います。ありがとうございます。はい、ではもう大丈夫ですか、宣伝もないですか、宣伝も、はい、では次回、はい、5月15日は第8回で、はい、とっておきの音楽祭の関係者の方の、はい、震災の体験を伺っていきます。伊藤さん、及川さん、小倉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。